皆さんこんにちは。世の遠方組の皆さん、今年のハロウィンは舞浜に行きましたか？あらあらあら、行けてないって声がちらほら聞こえてきますね。僕も遠方組なのですごく気持ちがわかります。ハロウィンめっちゃ好きなのに期間が短すぎるよな。でも安心してください。代わりに両パークのハロウィン楽しんできましたので、遠方組のみんなが行った気分になれるよう紹介していきます。ぜひね、この動画は仮装でもして見てもらえると嬉しいな。ゾンビの。それでは早速やっていきましょう。ってことでレッツゴー。さあやってまいりました。今回はただハロウィンを楽しむだけではなく、チケット代は楽しさと釣り合っているのか、これを検証していきたいと思います。今日のチケット代は8400円。決して安い金額ではありませんので、忖度なしで厳しく審査いたします。初日はスイからパインしていきます。いいですね。スイにパインしただけで嬉しい気持ちになります。この気持ちを金額に表すと15,000円です。パインして最初に挨拶するのがウォルトとミッキーマウス。やっとこの動画を撮れました。いつもこの銅像に向かって歩こうとすると、途中で反対方向から来たゲストに滑り込まれて、これまで撮影できませんでした。念願の撮影です。もうこれで満足しましたので今日は終わります。アクアスフィアの水の音を聞くと安心しませんか？母のお腹の中でくつろいでいた若い頃を思い出します。なんかこの姿って見慣れた気がしますけど、これがホテルってよく考えてみるとすごいですよね。2001年に開業してるので、もうミラコスタも21歳ですよ。お酒飲めるじゃん。いつものようにお昼近くにパインしましたので、ちょうどショーが始まるみたいです。パインして速攻キャラに会えて大満足です。この可愛いキャラたちが輝いている姿を追加料金なしで見れるなんて、5万円分の価値があります。ハロウィンはやはり人気なので、平日ですけどたくさんのゲストです。僕は素晴らしい景色とたくさんのゲストを見ながらいつもこう考えています。この中にフォロワーいるかな。ついにパインしたら必ずこの場所から景色を眺めます。ここから見るミラコスタが一番好きです。ここからのミラコスタはパインしないと見れないので、5000円分の価値はありますね。さあ、僕にいつまでも景色を眺めている暇はありません。まだ今日は何も食べていませんので、あるレストランに行こうと思います。カレーの気分でしたので、アラビアンコーストにあるカスバに行こうと思いましたけど、サイトを見ていたらとあるメニューに惹かれましたので、そのレストランに向かいます。さあ、どこに向かっているか分かりますか？みんな大好きあそこです。そう、ミゲルス・エルドラド・キャンティーナ。いや、相変わらず好きですね、この雰囲気。この大好きなミゲルズにどうしても食べたいメニューが出ていましたので、それを早速注文します。さあ、僕が食べたかったメニュー分かりましたか？そう、リーナベルのデリプレートセットです。僕はリーナベルを初めて見た時、ついに出会えた運命の狐とつぶやくほどリーナちゃんが好きなんですけど、そのリーナちゃんのプレートセットが出たとなると、何が何でも食べるのが男です。たとえグリーンピースが乗っていても食べます。もちろんリーナベルのタピオカティーも頼みました。こちらはセットにプラス400円で変更することができます。個人的にはパークはもう少しヘルシーなメニューが多かったら嬉しいなって思ってるんですけど、こちらのメニューは見ての通りヘルシー寄りなんで嬉しいですね。こちらはケールとレタス。ケールには僕たちの健康に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。そしてこちらがキヌアと大麦のサラダ。こちらがチキンとさつまいもとくるみのサラダ。今言った食べ物にも栄養が豊富に含まれています。リーナベルのデリプレートセットなんて可愛い名前をつけていますけど、僕から言わせてもらえばこれは健康ボーナスセットです。ちなみにこちらのリーナベルはビーツのホイップクリームでできており、パンにつけて食べる仕様です。そしてタピオカティーですけど、これが想像以上に美味しかったです。ぜひ一緒に注文することをお勧めします。でも一つだけ悩みがあるんですけど、タピオカのストローって太いじゃないですか。飲むときちょっと不細工になりません？
はい、そしてこれだけでは満足できず、追加でクッキーサンドを頼みました。こちらはチーズクリームの中に何かベリー系のソースが入っていて、3つくらいペロッといけちゃう味です。この中に入ってるの何ベリーかわからなかったんですけど、うまければ何でもいいんです。さあ、お腹も喜んだことですし、散歩しつつアトラクションに向かおうと思います。さあ、ここで問題です。先日家の中でコンパスオブヤーハートを熱唱していたオルト、宝石や黄金より大事なものがあるの部分を歌い終えた後に窓が全開だったことに気づき、近いうちに引っ越しをすることを決めたのですが、そんなオルトがこれから歌うアトラクションはどこでしょうか？正解はこちら、レイジングスピリッツと思うじゃないですか。1回転するコースター系のアトラクションでとても人気ですよね。ただ僕は途中の湿気で頭が爆発するので乗りません。じゃあどこに行くのかというと、珍しいと言われるかもしれませんね。そうです、シンドバッドです。正解した方は来週好きな子に告白するときっといい結果につながると思います。いやー、何回乗っても好きです、シンドバッド。ただすごく気分よく乗っていたのですが、宝石や黄金より大事なものがあるの部分でちょっとだけブルーな気持ちになりました。さあ、それではチェックインの時間が近づいてきましたので、本日のホテルまで向かおうと思います。前方に広がるのはメディテレーニアンハーバー。ここは美しい南ヨーロッパの街並みが心に残る。泊まってほしそうな目でこっちを見ているミラコスタですが、残念ながら今日は別のホテルです。また今度泊まってあげるからね。今日宿泊するのはアンバサダーホテル。しかも今回めっちゃレアな客室に宿泊することができました。ホテルの様子は次の動画で紹介しますので、楽しみにしててくださいね。ということで17時頃パークへ戻ってきました。もう BGM も変わっていて肌寒くなってきました。この時期の夜の肌寒さってなんだか切ないけど好きなんですよね。それに加えてこの大好きな BGM、 そういえばどれくらいの価値か計算することを忘れていましたが、今僕が体験しているこの気持ちには金額をつけようがありません。まあ強いて値段をつけるのであれば8万5000円です。さあ、本来であればこの時間のパークを散歩するのも好きですけど、とあるレストランを予約していましたので向かいます。どこだかわかりますか？そうそう、今日僕が来たのはホライズンベイレストランです。なんと僕は初のホライズンベイレストランです。なので見ての通り緊張してうまく笑えません。こうやって徐々にトレーンに乗せていく仕組みらしいです。これ以外乗らないんじゃないかという不安が僕を襲います。ということで全て揃いました。僕が注文したのはハロウィンのスペシャルセットです。いやー、こういうのでいいよって言っちゃいそうなメニューですね。まずはこちらのキノコチャウダー、略してキノチャウダーからいただきます。肌寒いこの季節にすごく僕を温めてくれました。見てください、めちゃ具沢山です。具沢山でこれだけでもお腹いっぱいになりそうです。いやー、本当に具沢山。呼び捨てにすると具沢。そしてこれですよ、これ。大きな肉にフルーツ入りのパンプキンクリームがかかった、誰もがついつい最高と叫んでしまう一品です。もう見ての通りですけど、柔らかくて大きなお肉にかぼちゃのソースです。皆さんが想像している通り美味しい味ですよ。いや、もっとこの美味しさを皆さんに伝えたい。食レポが下手な自分を憎みます。肉だけにね、本当に美味しかったです。このかぼちゃのソースも本当に残したくないくらいで、家だったら絶対にもうこれ皿舐めて。そしてこちらが紫芋のタルトです。マロンクリームが添えられていて、ベリーソースもかかっています。シンプルで可愛らしいメニューですけど、これもみんなが大好きな味ですね。特にお子さんだったら間違いなく、あと3個食べないって言っちゃうと思います。僕も言いました。いや、本当に美味しかったです。ハロウィン最高！さあ、そしてこの期間はハロウィン仕様の花火。ナイトハイハロウィンが夜空を彩ります。見ての通り花火の形もめっちゃハロウィンです。
いつもの花火も好きですけど、この期間しか見れない花火も素敵ですね。この素敵な花火を好きな空間で見ることができるなんて、金額で表すと10万円です。そして期間限定ボーナスで追加3万円ですね。さあ、花火も終わりましたのでホテルに帰ろうと思います。とても幸せな気分で一日を過ごせました。この気持ちは20万円の価値があると思います。さあ、それではトータルいくらになったのか、チケット代はペイできたのか発表します。チケット代8400円で、金額に表すと38万5000円です。いかがでしょうか。皆さん、迷わずにチケット買って大丈夫ですよ。さて、いつものオルトチャンネルだとこの辺りで終わるところですが、なんとまだ半分も動画が残っています。いやー、皆さん今日はいい日ですね。僕はこんな長い動画作るの初めてなんで、ボケの在庫が切れないか心配しています。ということで、アンバサダーホテルに帰ってきました。アンバサダーホテルに帰ったら締めのカクテルタイムです。最高やで。パークで遊び終わってもディズニーホテルで眠ることができるって、とても幸せ。おやすみなさい。さあ、2日目はランディです。ここでトラブルです。ランディに行きたかったのに、なぜかスウィーまでバスで行き、そこからリゾラでランディで行くという謎の行動をしてしまいました。普通だったら時間の無駄ですが、マイハムにいればどこにいても楽しいです。でも時間の無駄でした。実は今日ランディ行く予定じゃなくて、12時までホテルでゆっくりしてたんですけど、シンデレラ城がちらっと見えてもう我慢できませんでした。ということで、ランディに到着しました。見てください、この天気。洗濯物がよく乾きそうです。舞浜のお母さんたちが喜んでそうですね。昨日はスイをめちゃめちゃ楽しんだのに、今日はランディにいます。2日連続でパークに入るなんて、なんて贅沢なんでしょう。まあでも人生ってずっと続きそうで、1回しかないからさ、やりたいことやれるうちにやっとかないとな。いつかやろうじゃなくて、今からやろう。オルトです。当たり前に見ている景色ですけど、パーク内って本当に細部のこだわりがすごいですよね。何気なく見ていて意識してないですけど、こういうとこに僕たちは惹かれているんでしょうね。神は細部に宿る。オルトです。ってことで、ランディに来たらまずやるのはこれ、スプラッシュマウンテンです。ランディでは一番好きなアトラクションで、日頃のストレスをぶっ飛ばしてくれるアトラクションです。濡れないことってあるん？ってことで、シャワー浴びてきます。いやー、気持ちよかった。いい湯、いやいや、いい水でしたね。ちょっと今から風呂上がりの一杯でも買いに行こうと思います。ってことで、購入したのがこちら、ハロウィン限定ドリンクです。限定のスパークリングドリンクは5種類あったんですけど、僕はレモンって気分でしたので、キャプテンフックスギャレーで販売されているスパークリングドリンクを買いました。この上に乗ってるこいつ、いたずら好きそうですけど、憎めない顔してますね。で、このカップにバーコードがあるんですけども、なんとこれをスマホで読み取ると、っていうね、こんな楽しみ方もあります。さっきの上に乗ってたこいつなんですけど、氷の下に潜り込んでしまって全然取れません。嘘、本当にくたらしい。さあ、ハロウィン限定のパレードが始まりました。いや、素敵ですね。本当にハロウィンのパレードって実は僕初めて見たんですけど、迫力が強いですね。ちょっとしばらく黙っときます。ってことで、先ほどレストランの空き状況を見たら、まだ行ったことがないレストランの空席を見つけましたので、これから向かいます。名前だけはよく聞いてたんですけど、なぜかこれまで行ったことがなかったので、今とてもワクワクしています。画面を見たらわかると思いますが、ちょっとワクワクが隠せていませんね。やってきたのはこちらのイーストサイドカフェ。逆から読むとフェカドイサトスイです。こちらは20世紀初頭のアメリカをモチーフにしており、なんと上流階級の人が集うレストランらしいです。上流階級ですよ。入るとこを間違えたようです。ってことで、頼んだのはもちろんハロウィン限定スペシャルセット、
こちらがトリュフ香るキノコとホタテ貝のパイ包み、サンマのマリネ、パンプキンフリッタータ、ミニトマトとバジルのジュレです。そしてこちらが多分パンです。こういうパイを見たら必ずやりたいことがありますよね。そうです、あれです。サクサクって音が鳴るやつです。じゃあ聞いててくださいよ、この音。はい、パイの鎌倉が完成しました。冬はここに入って温まりたいですね。僕の大好きなキノコがたくさん入っていてめちゃうまでした。冬に会えたらもう一度会いたいメニューです。さあ続いてはパスタがやってきました。イーストサイダーカフェといったらやっぱりパスタですよね。こちら見ての通りたくさんの具が乗っておりまして、味はもちろん美味しいんですけど、個人的には野菜のシャキシャキ感とパスタの相性が良くて最高でしたね。さあそして最後に出てきたのが人間が発明したもので最も偉大と言われるデザートです。こちらがマスカルポーネムース&パンプキンカスタードクリーム、そしてこちらがオレンジコンポート&レモンゼリー、上にはコットンキャンディーが乗っています。キャストさんがコットンキャンディーって言ってて初めて聞く言葉だったんで、何コットンキャンディーってって思ってググったら綿飴でした。こちらのソースを綿失礼コットンキャンディーにかけるみたいですね。なんだかこのソース病院でよく見る気がします。それではかけていきます。うわやめてくれやめてくれ、ちゃんとお利口にするから。うわえ、コットンキャンディー、とても優しいやつでしたよ。全然人に恨まれるやつじゃなかったんですけどね。一体どこに消えたんですかね。マジでこれめちゃめちゃうますぎてビビりました。本当にうまいって言葉だけでは足りません。うーまーいでした。こちらのマスカルポーネムースもパンプキンカスタードクリームとの相性がバッチリで、口に入れるたびににやけちゃいました。ごちそうさまでした。ってことで最後はやはりスプラッシュマウンテンで締めたいと思います。暗くなってくるとスプラッシュマウンテンの途中で見えるパークの景色がとても綺麗なんですよね。そして最後に思いっきり振り落とされる感覚、ド M の僕にはたまりません。ということで今回はハロウィン真っ盛りの両パークを楽しんできました。お楽しみいただけましたね。ハロウィンってすごく素敵な期間ですけど、遠方組の方からしたらね、僕もそうなんですけど、なかなか気軽には行けませんよね。なので今回こうやって動画にしてみました。まあこれでね、ハロウィンに行けない方が少しでも行った気分になれたら嬉しいです。ってことで今回も最後まで見てくださりありがとうございました。また1週間後にお会いしましょう。ってことでまたね。いかがだったでしょうか、今日の超長い動画。え、面白かった？それは嬉しいです。いやめっちゃ頑張って作ったんですよね。もう一回最初から見てください。